星垣さんからいただきました。普通っていうな。コンビニでエロ本を買うとき、レジで表紙を裏向けにして店員に渡します。普通って言うな。これも大樹さん選んだんですけど、どうしてこんなネタばっか選ぶかな。これなんでこれ選んじゃったんですか。これちょっとわかるじゃないですか。ああ、僕コンビニでエロ本買ったことないんでわかんないんですけど、僕も大人になってから買ってないですよ。大樹さん、コンビニじゃなくてかエロ本買いますか。エロ本ね、昔買ってましたよ、ちょっと。一番ひどかったな。一番ひどかった時は高校生の時に、まあ、ここ寮だったんですよ。高校生の時にね。いや全寮制だったの、男子校で。ああ、なるほど、それ最悪だ。だからみんなで、一冊ずつ買って、終わったら一個ずつスライドさせて回しようとして。なるほどね。それ先輩から代々受け継がれてるエレフォンとかないの、寮って。ああ、先輩。卒業する時にこれやるよ、みたいな。なかったんですよ。なかったんだ。でもね、すごい写真集をもらいましたね。写真集はあった。なんか、なんとか四十八手っていう本があって。で、それは。なんとかじゃねえよ、それ。部屋でも。全然隠してねえよ。部屋でもらったんですね。うんうん、部屋でもらったのになぜか、俺のロッカーにしまってあって、そこの見回りをする人に、ガチャって言うと、うん、おう、水島、いい本持ってるな、って言って、没収されて、僕その後腕立て伏せやらされてたけどね。そしたらもう次の日から、もう大地はエロ本ロッカー、エロ本ロッカーってあだ名になったから。いや、大丈夫です。みんな仲間だから。みんな同じようなね、ことやってたから。そうなんだ。もう、ね、男でね、男だけの量って多分、鬱屈したものがね、すごい溜まるわけですよ。鬱屈したものが男同士でこう、なんかこう、なんか。まあ、そっちのね、負な世界に行くわけですね。ごめんごめんなさい。じゃあ、続きまして。